共同艦とみなされることのある、イタリア海軍系偵察艦、スパルビエロは、駆逐艦隊を指揮する機関。小型巡洋艦あるいは大型駆逐艦がその任に当たり、駆逐艦の場合は共同駆逐艦と呼ばれる。第一次世界大戦で発展した艦種だが、ワシントン海軍軍縮条約とロンドン海軍、軍縮会議後の発展や運用は、地域や各国で異なる。共同艦は、 作戦室や無線室など艦隊式機関用の機関設備を持ち艦隊の指揮が行えるようになっている艦隊の機関任務は従来軽巡洋艦が担当していたが1900年代をはじめに新たな設計の駆逐艦が増え艦隊の巡航速度が上昇すると従来の巡洋艦では艦隊の速度の補調を合わせることができなくなり始めたやがて共同艦として 大型の駆逐艦が建造され、式任務を担うようになっていった。イギリス海軍の共同艦、スイフと共同艦の用途と発展は、列強各国で異なる。駆逐艦が対水雷艇任務のみではなく多種の目的に使用されるようになり、通信技術の進歩で艦隊式能力も向上するようになると、すべての駆逐艦が艦隊式能力を持てるようになり、 専門の駆逐艦大使機関の必要性は減少した。イギリス海軍で最後に建造された専門の共同駆逐艦は1936年の IQ 共同艦、イングルフィールドであった。その後の共同艦は姉妹艦と同じ設計が使用されるようになったが、細部の偽装にはリーダー任務に適したような変更が加えられている。イギリス海軍では 共同艦及びその指揮艦は、キャプテンと呼ばれ、その煙突に、色の帯が塗装され、識別された。また、アドベンチャー級をはじめとする防護巡洋艦の派生として、艦隊前衛での偵察任務を主目的として、作られた偵察巡洋艦は、駆逐艦の機関としての運用も想定されており、後年の軽巡洋艦のひな型になるものがあった。アメリカ海軍においては、 1930年代に、ポーター級、サマーズ級が建造されたが、第二次世界大戦勃発後に、軽巡洋艦が機関として用いられるようになったために、共同艦として用いられることは、ほとんどなかった。アメリカ海軍の原子力ミサイル共同巡洋艦、バージニア1950年代、従来の巡洋艦特築艦,艦との間を埋める、中東コンセプト艦として、 共同駆逐艦の整備が開始されたが、アメリカ海軍において、共同駆逐艦はフリゲートと通称されており、新しい強力な対戦、水速兵装や新しいテクノロジーである艦対空ミサイルを搭載して、空母戦闘軍を構成する戦闘艦、あるいは水上戦闘軍の機関として行動するように構想されていたため、現儀での共同駆逐艦とは意味合いが異なる。 初期に建造されたものは、対戦任務に主眼を置いたものであったが、1960年から収益を開始したファラガット級及び、それ以後に建造された艦では、艦隊防空ミサイルを搭載して、防空艦となったミサイルフリゲートとされた。ただし、1975年の種別方法変更に伴って、共同駆逐艦の名称は消滅し、 共同駆逐艦に種別されていた艦は、その大きさに従って、ミッチャー級とファラガット級は、駆逐艦もしくはミサイル駆逐艦へ、それ以外の艦は、ミサイル巡洋艦に変更された。大日本帝国海軍は、共同艦、共同駆逐艦という艦型、艦種を規定していなかった。共同艦に該当する艦種は、軽巡洋艦であった。帝国海軍は、 駆逐艦3隻もしくは4隻からなる駆逐隊を3から4個束ね、水雷戦隊を編成していた。駆逐隊司令が座上する駆逐艦を、司令駆逐艦と呼称した。機餓の駆逐隊司令を指揮する水雷戦隊司令艦は、軽巡洋艦を機関とした。なお、徳型駆逐艦として知られる吹雪型駆逐艦を、共同駆逐艦の一種として開設した1938年の、 文献もある。太平洋戦争勃発後は、駆逐艦が、水雷戦隊機関を務めることもあった。また、駆逐艦としては、大型の秋月型駆逐艦が収益すると、水雷戦隊や、戦隊の機関として運用した事例もある。ありがとうございます。